僕ですか、うん、僕はですね、うんぶっちゃけいらないと思ってます、うん、切っちゃっていいかなって切っちゃっていいんじゃないですか、うん、ダメですか武田塾チャンネルいや6月来ちゃいましたね、本当に梅雨だよ。いや梅雨ですよ、本当もう。何見てたの、梅雨嫌い。いやもう梅雨大嫌いですよ、僕は本当。バイクがもうバイク錆びるし、バイク乗れないしで。外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない逆に。確かにそうですね。天気いいとさ、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ。確かに。まあそんなね、悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は受験相談 SOS。並先生、はい、今回の質問なんですか。今回の質問はですね、うん、高1で慶応経済もしくは商学部志望なのですが、うん、現時点で国語や理科を捨てるのはありですかと。なるほど。いう質問です。これはね、うん、あるよね、よくね。悩みますね、これは。国語って多分これ古文漢文のことだと思うんで、先に現代文切ったらちょっとまずいかなとは思うんで。そうですね、慶応経済でも必要ですからね、小論は。まあ、うん、これ高田先生とかなんか内職で結構ね学校の勉強とか全然おろそかにしてたみたいな話でしたとは思うんですけど、はい、矢上先生的にはこれどう思います？僕ですか、うん、僕はですね、うんぶっちゃけいらないと思ってます、うん、切っちゃっていいかなって切っちゃっていいんじゃないですか、うん、ダメですか受験だけ考えなら別に切るのはありだと思いますよ、はい、ただね切ってやるならね、はい、あ切ったなるほどねそういうことか確かに切ってもなんか楽になって確かにやるかって言われるとちょっとそうだから結局さなるほどね確かに確かにこれ部活とかの話でもあったじゃん部活引退するべきですかみたいな話の時もちょっと話したかなと思うんですけどじゃあ例えばね英語とかをめっちゃ勉強してて、はい、で切ってその時間を英語に回したいんですって話ならまあそれはありかなとは思うんですよ。はいはいできんなら、はいうん、だけど切ったところでやらないなら、うん、切る意味ないんですよね。いや確かにそれありますね、うん、結局今もう時間があるのにそれを有効活用しないで、うん、もっとじゃあ時間を増やそうで結局、はい、じゃあそれが勉強時間になるかっていうのならないっていうパターンですよね。いや確かにその前提ちょっと崩されましたね。そうなんですよ、うん、だからいや例えばこれ本当に極端な人だと通信制にも転校しちゃってみたいなケースもあるじゃないですか。武田塾相談した例とか受かった例だとさ、いや僕本当高校辞めればよかったなと思いますねでも高校辞めてさ勉強した自信ある？いやしないですね。やっぱ浪人してた気がしないでしょ多分なんなら高校の授業をやってただけさまだよかったじゃんってレベルじゃない。そうですね。高校の授業すらなかったらもっと下地が低かった可能性があるんだって。あまあ確かに、ね、自分もやっぱ高校生時代とか全然勉強しなかった方だからまあでもあんまり関係ないから僕の場合は授業あんまり聞いてなかったんで聞いてたけど分からないな。だから、うん、いや本当にそれこそね京都大学受かった高田先生みたいに、うん、その時間を切って内職に本当に回してフルでやるっていう話なら、うん、まあ別にありかなと思うんですけど、うん、でも言うて高田先生だって本格的に勉強し始めたの高2以降だからね、うん、高1からずっと内職でがっつりガツガツやってたわけじゃないっていう話なわけなんですよ。ですね。まあでも学校の勉強がよっぽど忙しいんじゃなければ学校の勉強ぐらい最低限乗り切ったなとは思いますけどね。まあそうですね。それが本当にいらないと思うなら最悪転校しちゃうって手があるわけですからなんだ高卒認定でもいいわけだからさ確かに、うん、なんか今だったらその気持ちは分かるんですけどなんか当時は、うん、いやいらねえと思ってましたね、うん、難しいです、うん、まあでもその決断をすると割とね高校生活が結構激しい先生とのバトルになる可能性もあるんで、まあ、確かにね、うんうん採取とか目指さしですね。そこまで今の時点で時間に困ってるのかどうかによるかなっていう、うんうん、ところですね、はい、まあ困ってるなら選択肢としてはもちろんありっちゃありなんだけど、うん、まあ今の時点だと多分そこまで受験モードでガツガツやってるわけじゃないかなとは思うんで、はい、それだったら別にあえて切るメリットはあんまないかもしれないってぐらいですかね。そうですね、うん、まあ楽な道に流れると人間どんどん楽しますね。そうですね。気をつけてください。はい、はい、今回は以上です、はい武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、例えばですね、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか？分かる。それこちらなんですよ。お、そこですね。そう、どこだ、あそこが、はい。でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com あ、それだそれ、逆転語学 .com はい、はい、それもこちらから、はい、おお、すごいですか、おお、はい、ぜひね、たけだけチャンネル以外のねサイトもぜひ利用してもらえればと思いますので、お願いします。たけだけチャンネル1万人突破しました。1万人突破した。1万人。ミリオン、あ違うわ。ミリオンじゃない。1万人。これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。